今日は手抜きメイク今日はね、眉毛と口とビューラーだけこれ何度見てもポニーテールはないと思っていいのって。ダメだよポニーテール、ポニーテール、ポニーテール。ちょっと待って、ポニーテールはね、ポニーテールをするって決めてちゃんとセットした時じゃないとダメダメだ。髪ね、あの前髪切ったらなんか下ろしたくなるんだよね。下ろしたくなる。許して。オンライン話し会の支払いしてきた、嬉しい。みんなオンライン話し会来てくれますか。受付終わっちゃったんですけど、受付してくださいましたか。4月9日会えるかな。みんな楽しみに待ってます。もうね、1ヶ月もない、あと何日ぐらい、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、34、35、6、7、おお、明日であとちょうど3週間になる。1週間前になるね。楽しみ。楽しみ。みんな来てね。そう、4月9日分がね、今日の1時までだったので。こんにちは。こんにちは。すごい、私勘違いしちゃってた。なんかちょっと前に4月9日これが最終ですって書いたけど、本当の最終は今日だった。でもみんなきっとわかるよ。みんなの方が詳しそう。こんにちは。お疲れ様んごー。お疲れ様んごーだ。え、そう、豆乳のキャラメル美味しかった。美味しかったの。そう、みんなも飲んでみて。キッコーマン豆乳うん、いっちゃが、イエイ。いいね宮崎弁。あ、お疲れさもう、え、まじゃないやんけ、まじゃないやん。トゥ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 。今月から半年は基準は東京におる。うん、東京やもんね基本。そうだよね、宮崎に早く来てほしいキャンプ、キャンプさ、春夏秋春夏秋冬やってほしいよね。モアイで定型文よ。モアイか、モアイか、うーん、モアイね。モで終わる言葉っしょ。モで終わる言葉なんかあるっけ。もうどうもあい全然使えない全然使えん。どうもどうもあい全然わからん。待って、モで終わる言葉なんかある。みんな逆にそんなキャンプできんわってしてほしい。だって盛り上がるじゃん、いろんな地域が待って、そういうの苦手。そういうの苦手。面白いこと言えん。
もで終わる言葉なんかある。こんにちもあい。ああこんにちもあい。確かに。おはようもあい。待って待って、みんなさ、もからもで終わる言葉じゃないやんそれ。もうちゃんとつなげてよ。お疲れさま、うんごーみたいなね。マンゴーみたいなね。そんな感じ。うん。めっちゃ面白いことしか言わないの。いや私全然面白いこと言えない。本当にごめん。面白いことが全然ね思いつかんから、そういうの求められると難しい。もう終わる言葉ないよ。どう思うぐらいしか思いつかん。もなんやろうね。もうでしょ。ちょっと、もで終わる言葉検索していい？もで終わる言葉。もで終わる言葉。あ、ご飯炊けた。もで終わる言葉。あんまないね。もで終わる挨拶。いや、挨拶。もで終わる挨拶。いや、ないな。ないよ。なんか難しい言葉ばっか。なんかないんですか。確かに、モアイ像もいいね。いつもアイ。いつもアイ。待って、いつもって書いちゃってもさ、定期便使えんくない？毎回休憩時間ぴったり配信時間ハマるの。噛みすぎ？最高。やった。いいね。この時間に休憩か。すごい、なんかさ、12時の休憩が多そうなイメージやけど、そうでもないっちゃね。そんなこともない。なんか英語も交えて。英語？あ、どうもーってね。なるほどね。待って。英語。じゃあ英語で考えてよ、みんな。英語で、どうもどうもって待って、定型文にさ、あの、モアイ入れ、モアイ像入れてほしいっちゃ、あの、モアイ像入れてほしいっちゃけど、入れてほしいらしいっちゃけど、あの、モで終わる英語でもいいし、なんか定型文で使えそうな言葉あったら募集してます。コメント欄までI don't know って。なんかないんですか皆さん。全然面白い言葉ってか使えそうな言葉が思い当たらん。 I my me mine 懐かしい。みともあい、ダメだよ。待って、英語の授業かき氷さん、これは。You, you are, you, you are. 懐かしい。習ったね。お、翔太さん。ステファノ・ディモンさん。こんにちは。ぜひぜひ、Twitter も、ショールームもフォローしてください。お疲れ様、んごー。もうあい。もうあい、どうもしか本当に思いつかん。ただいまんごうとお疲れさまんごうを使えるでしょ。使えるよね。あとさ、定型文3つしか作れんから、
5個ぐらい作れたらなんかいろいろあるよね。どうもどうもあい定休日で使える？うん、3つだなんてケチやなって。いやそう、なんか3つしか打てんよ。だから3つ以外のやつ私のさルーム何になっちゃう？何になっちゃう？じゃあ冷や汁で考える。いいよ。火で終わるやつ。火で終わる言葉ある？でも火で終わる言葉ある？お話し会の支払いしてきますねって、もちろんそらのの嬉しい。奈良ちゃん待っちょるよ。嬉しい。いつ会えるかな。皆さんお忘れなく。うん、おしゃべり楽しみにしてます。もっとみんなと仲良くなりたい。うん、そう、オンラインお話し会ってほんと仲良くなるチャンスだよねお友達みたいに言っちゃったみんなお友達になって。関西関西だって。関西は今土砂降りだよって。気をつけて。すごい、なんか最近天気良かったのにね。いいな、仲いい人、仲良くなろうよ。サノンしかオンライン買ってない。嬉しい、ありがとう。嬉しい嬉しい。みんな私に会いに来て。今日はモアイの定型文悩んで寝れない。いや私は寝ます、私は寝ますよ。皆さん考えてくださいだってどうモアイしか思いつかもないものはないさ。もう十分仲いいって甲子園でやる予定だった高校野球ましたね。そっか、そうだよね、雨やったらできんもんね。こんにちは、嬉しい。え、すごいよね、みんなのアバターほんとかわいい、かわいい。ムロキックさん、スヌポンさん、え、かわいい、かわいい。スヌポンさんのさ、これお菓子かな、かわいい、カキピーみたいな、ね、カズ兄さんのかわいい、毎日変わってる。これは分かった、フルーツサンド。これパンダやろ。いちごとシャインマスカットとみかんってことにしよう。メール見ましたって、嬉しい、ありがとう、読んでくれて。そう、キャラメル味が美味しかったすごく。でもね、食べ物はまだまだなので。でも飲み物もやっとそれがって感じ。そう、みんなアバターかわいい。生まれも育ちも北海道。おー、あ、じゃあこれはあれだ、キツネが北海道の形を大丈夫ってことね。なんだっけ、フォッ何今のうん、面白い一人で笑っちゃった。なんだっけ、フォックスだっけ、フォックスだっけ、フォックスだっけ、キツ
ですねって。アバター変えてみたらかわいい。ラスカル。フォックス。よかった。あ、ちょっと。それを考えて、フォフォフォって言っちゃった。フォックスね。よかったって言って。お疲れ様、マンゴーって。すごい、15分もキャキャしちゃった。早いね。キツネはフォックスです。イエイ。当たった。お疲れ様、マンゴー、みんな。タヌキ？タヌキってなんて言うと？タヌキ？タヌキ？タヌキ検索して。タヌキって何？タヌキ？タヌキって何？検索して。タヌキ。タヌキ。なんて読めばいいと。カタカナで書いてください。カタカナで書いて。カタカナ。たまに変わったところでつぶ、そう、つぶっちゃう。今日はナナさんの ST48 ライスとコンサート見に行きます。おお、楽しんできてください。広島であるとかな、どこであると。誰か書いといて。うわぁ、人任せ。え、確かに1週間早いね。そう考えると確かにそうやわ。旅行やったね、1週間前。なんさ、疲れ様んこー。トマさん、桃のケーキ、トモンケーキ、ありがとう。え、本当になんか早い、日が経つの。早いね。ラクーンドッグ。ラクーンドッグって言うと、ラクーンドッグ。ドッグ。ラクーン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 。タヌキって感じせんね。全然。モンキーキーズ。ドラマ終わるの多いの辛いってわかる。年を重ねるともっと早く感じるから。嘘、何歳から早い？じゃあ。さあ、じゃあ4月東京に行くんやけど、おすすめの場所あるって。 AKB 劇場以外に。おお、おすすめの場所？原宿と渋谷。うん、おすすめの場所か。うん、原宿と渋谷行けば間違いないよ。25超えたあたりから。じゃあ、あと5年は長い。サロンのオンライン話会再販あれば追加で申し込もうと思ってます。思ってますって嬉しい。来てね、たくさん来て。あ、そう、新宿の、何でしたっけ、皆さん。何でしたっけ、名前。新宿の宮崎のアンテナショップ。行ってほしい。若いって。嘘。渋谷と原宿若い、やっぱ。若いかな。26くらいか。なるほど。18から早い。わかるかも。いや。15から早くない？
15までは長くない？逆に15からが早くない？あ、そう、こんね、こんね、こんねだっけ、こんねやったっけ、ファンの方が言ったの、こんねやったっけ。じゃあこんねで。あれ、原宿にあるアンテナショップ、こんねでしたっけ。まあ原宿、あ、間違えた間違えた、新宿、新宿にある宮崎のアンテナショップ行ってほしい。新宿でした、すみません。新宿、新宿だって、新宿だって、みんなそんなに私の間違い言わないで、みんな間違いをたくさん言うんだから。また原宿じゃない、新宿、もうまた？また？新宿って言ったじゃん。あ、新宿だって。新宿。東京観光行って宮崎のお土産買ったら何しに行ったかわからんやんって。あ、失礼いたしました。あ、じゃあ東京、東京か。じゃあ東京なら、お台場。お台場、お台場、お台場、原宿、新宿行ったらいいじゃない。牛さん、初見ですって、こんにちは、宮崎県代表の上見空野です。ぜひぜひツイッターとショールもフォローしてください。え、今度宮崎に旅行行くので、え、嬉しい、牛さん嬉しい。そう、いつ行くと、どこ行くと、気になる。美味しいものいっぱい食べてね、自然に癒されて。うん、学生時代は毎年新しいことを学ぶし、新鮮な気持ちになれるけど、社会人は同じことの繰り返し。ああ、だから早いのかな。うん、高校生から早かったな。ああ、東京タワーとスカイツリー、確かに東京タワーとスカイツリーいいと思うよ。私東京タワーとさ、スカイツリーね、見たことあるけど、東京タワーもスカイツリーも行ったことないっていうね。そう、実際に行ったことない、遠くから写真撮ったりしただけ。うど神宮行くの楽しみ、嬉しすぎる。うど神宮行ってほしい、運玉投げて、うど神宮ラブラブ、景色も最高だしね、癒される。人に教えてもらったのまま伝えるやんって、そりゃそうよ。うん、4月にお台場行ってもヴィーナスポート終わってるしな、ダイバーシティとアクアシティくらいしか、いいやん、楽しいやん、お買い物いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。そう、逃走中ね、楽しみ、見れるかな。東京ずっとおるけど行くとこないよって、いや東京に住んでる方はそうだよ、やっぱさ、自分の住んじょる地域はさ、やっぱさ、あの、あれじゃん、観光地っていうよりさ、うん、自分の住んでる県って感じやから、そう思うだけだよ。実際ね、どこの町でも他の県から訪れた方にしたからしたら、もうなんか普通の道ですら観光地に感じるんだよ。そうそう、だから、そうだって、もう東京は行ってもう建物が高いだけでも興奮するんだから。最初は、あ、浅草いいね、確かに。池袋、新宿、
渋谷、表参道、代官山、中目黒、銀座、浅草。おお、いいじゃん。桜が咲いてるなら目黒川とか。これは千鳥がなんだっけ恵比寿、アメ横。アメ横行ったことないな。行ったことない。いて、下北、宮崎のおすすめスポットどこですかっていっぱいあるっちゃけど、でも私めちゃめちゃ宇土神宮大好き。あと三名泉にちなんと海好きかな。海好きやったら青島、と遠いけど高千穂峡とか、クルスの海とかいっぱいおすすめのとこある。あ、なんもない。こういうの結構あるな私。もう5ページ書いてくれてるの嬉しい。クルスの海最強。めっちゃ宮崎いいとこあるよ。もういいとこしかない。逆にいいとこしかないからね。いいとこしかないのさ。すごいペンライトだ。ドマさん、ハートありがとう。わさっぴさん、ハートありがとう。ドマさん、タコさんありがとう。カズニさん、かわいいありがとう。嬉しい。クルスの海も考えてたよ。おお、さすが。マンゴー食べまくるんだ。いいね。マンゴー食べて。そう、自然豊か。お話し会までに届けたいから劇場デビューしてよねって。そのためにお話し会8月にしたから。嬉しい。お話し会全部来て。皆さん、わーごもわい、はい、空の。タラタラタン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 。これなんかボールみたいなやつって、これはボールみたいなやつがさあるけど、これは何？久しぶりにキャッチフレーズ聞きたい。本当ですか？キャッチフレーズとかいつぶり？キャッチフレーズか。キャッチフレーズは多分エイトの日だ。エイトの日でやった？エイトの日でキャッチフレーズ
やった？やっちょらんねん。やっちょらんわ。え、キャッチフレーズっていつぶり？チカッパかな？チカッパ？チカッパサイブリかな？だったら、え？チカッパぶり？12月12日やったから3ヶ月ぶり？そんなやっちゃらんちゃう。じゃあいいよ、みんなやるよ。え、ちゃんとみんなの名前呼んでね。せーの、はい、日本の日向宮崎県から来たっちゃはマンゴーのようにたくさんの人に笑顔を届けたい上見空の20歳になりました。空の音呼んでください。ありがとうございます。久しぶりにやった。うん、嬉しい、名前呼んでくれてるみんな嬉しい。20のリオさん、リオさんってどなただっけ？待って待って、顔見たらわかる。初めて呼ばれた。え、絶対似てないよ。でも似てないよ、可愛すぎるって。のんちゃんって三つ穂やないか。三つ穂にしかのんちゃんって呼ばれたことないよ。のんちゃん、いっちゃが、うん、キャッチフレーズ3ヶ月ぶりにした。エイトの日やっちゃらんもんね。だってキューティーは、ん？キューティーもさ、フォクシーもさ、キャッチフレーズやらんでさ、あれやったよね、確か。色紙に書いた漢字と、漢字？漢字やっけ、あれ。なんか、文字と、絵やったよね。虎の。メイクの仕方で変わるからね。うん、でも今日メイクね、ほぼしてないね。眉毛と、この眉毛ちゃんと、リップしかしてない。サラノのキャッチフレーズ好きです。嬉しい。キャッチフレーズ、嬉しいね。そうやね、企画のやつやね。そうだそうだそうだ、キャッチフレーズね。初見だけどすごく可愛いって嬉しい。ぜひぜひ応援してください。エイトの日やっちゃらんから生空のキャッチフレーズ聞いたことない。生で聞いてよ。メイクしてなくても私は好きって嬉しい、ありがとう。嬉しいね。ワイのキャッチフレーズ考えといてな。なんやろな、亀のお世話係といえば難しい。うん、ノンサロンのキャッチフレーズ聞けるように頑張るって。聞きに来て、聞きに来て、会いに来たら聞けるさ。どないやねんって。
難しい難しい。キャッチフレーズはね、自分で考えました。キャッチフレーズ自分で考えた。なんか方言音が宮崎の特徴やから、宮崎県代表らしくキャッチフレーズに方言入れたの。自分で考えたよ。やっほお世話ちゃうねん、相方やわ。わかった、カメさんの相方といえばでいっちゃないそう、方言入れた。そう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 。う、うんって。いいじゃん。ダメ？ダメだった？ちょっとパンチ効いてない？いいじゃん。キャッチフレーズ考えるの難しいよね。キャッチフレーズ、なんかいいキャッチフレーズないかな。キャッチフレーズなんかないかな。なんかないですか。私ね、本当はね、いろいろ考えてたってけど、でもさ、なんかちょっとニュアンスがね、なんか似てたりしたから変えたんですよ。そう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 。そうなのよ。サナちゃんかわいいって嬉しい、ありがとう。ソラノンの何、バーチャル違うよ。そうそう、長く使うからね。そう、難しいのよ。そう、なんかすぐ最初に決めたやつ変えられんやん。から難しいのです。バーチャル何？どういうこと？難しい。キャッチフレーズね、難しい。なんかいいキャッチフレーズないかな。キャッチフレーズ、ドゥ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 。ね、野球選手とかってさ、サイン自分で考えるっちゃろうか。やっぱりそれともなんか考える人がいるのかな。自分で考えるか。すごいよね、かっこいいじゃん。シュ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 って、シュ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 って。私はかわいいサインなんですけど、可愛い目なサイン。自分か。サインもらったことあるって。あるあるある、あるよ、全然ありますよ。結構持ってると思う。結構って言ったら嘘になるかもしれないけど、結構割と持ってるわ。でも野球選手以外のスポーツ選手のも持ってる。高校時代に自分で考える。なるほどね。一
1秒で書けるサイン、うん、さすがにない。小田さん、すごい。外国人選手のサインもらった。おお。外国人選手のは3名ぐらい持ってるかな。うん。ただでサインしてあげるでって面白すぎるでしょ。サイン、サインね、シュ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 って書けるサイン、なんかないかな。難しいよね。サイン考えるの楽しいけど難しいよ。会いたい。うん。私はね、ミッサーさんに手伝ってもらいました。そう、なんか考えてて、あの KKB さんのね、1回目に出た加入して、加入して6日後ぐらいの、何イベントが鹿児島だって、 KKB さんの夢応援フェスタでサインを書かんといかんくって、そこで初めて書いたっちゃけど、あのね、こう九州メンバーの先輩がこういろいろとあれこれ考えてくださって、で、あ、これめっちゃ可愛いってなって、そう、ミッサーさんの意見を取り入れつつ考えました。うん、そう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 、大まかな形はそう考えてくれましたね。めっちゃ可愛いよあれで、そこに私がいろいろ付け足したりして今のサインが出来上がってます。うん、ニコちゃんマークの表情とか、学生時代に遊びでサイン作らんかった。あー、めっちゃ作ってた。なんかね、めっちゃね、なんか自分の漢字とかで作ったりしちゃった。全然かっこよくできないやつね。サインとってもお気に入り。うん、私はサインまだ買えちょらん。結構買える先輩多いよね、多分。買いようか迷い中でもまだ買えない。かわいいの、かわいいよね私のサイン。待って、自分でかわいいよねってどうですか私のサイン、私のサインどうですか。おお、4月3日のライブ当選したって、おめでとう、楽しみに待ってる。サインかわいい、本当に嬉しい。ドゥ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 、握手会でサイン山ほどサイン書かなあかんかったらしいって。大変。一回何の時やったっけな、何の時やったっけあれは。
なんかでさ、あ、舞台かな、舞台の時かな、なんかな、あ、舞台の時かファイナルの時か忘れたけど、めっちゃ200枚ぐらい書いた時あった。あ、200枚やったかな、なんかこんな量のなんかやつ書いた時あったよ。ファイナルかな、めっちゃ書いた。うん、え、何枚かな、あれ50、100、150、200のどれか、まあ超数違うけど50枚から200枚の間、それぐらい書いた気がする。何枚やったかな、50枚か200枚か、50か100か150か200か、うん、忘れちゃった。めっちゃ書いた。そう、もう終わり見えんやった。そう、でもなんか楽しかったね。そう、同期みんなで終わんない終わんないって言いながら、そう、たくさん書いて、メッセージも書いて。そう、あ、でも私は、あ、一日じゃないよ、全然レッスンの合間とかに書くからとか、なんか持ち帰ってホテルでとか書くからあれやけど、そうね、私何日で書いた、でも私早かったかも、早かった気がする。私のサイン結構文字数多いのに結構早く終わったんだよね。そう、あ、出てくる、本当？何枚だろうね、え、でもさ、あ、そっか、2公演分とか、2公演分とかじゃない、だから何枚やろ。まあめっちゃ書いたのよ、とりあえず。200あったかな、何枚だったっけな、忘れたけど、めっちゃ書いたんですよ。何枚だったっけね、めちゃめちゃ書いた思い出がでもある。ファイナルかな、何やろ、忘れちゃった。え、なんかこんな、なんか型紙の紙、ファイナルかな、硬い紙にサインとコメントが書いたやつ、ファイナルかな、ファイナルっぽいな、あ、うん、ファイナルだ、最強ツインテールのレッスンとかあった時だからファイナルだ。150枚書いたのかな、じゃあ。そう、横長のカード、200枚かな、150かもしんない。ファイナルのお客さんって何人だったの、150ぐらいかもしんない。ランダムで受け取った、写真ついちょらんよね、確か。写真ついてた、ついてないよね。横長のカード、150か200枚書いたってことだ。そんなのもらった、嬉しい。それランダムで当たった？
それ嬉しすぎる。それめっちゃ運使ったね。運使ったねめっちゃ運いい、嬉しい、うん、ランダムでめっちゃ嬉しい、ありがとう。めっちゃ嬉しいね、なんかランダムでさ、私のファンの方が私のカード当ててくれてるのはめっちゃ嬉しい。すごい、なかなか当たんないよね。だって30何人おって、ファイナルの時は結構いたかな、何人だろう。嬉しい、なかなか当たんない。さあ何十分の1じゃん。こんにちは。懐かしい、あの量書いてたの。もうなんかめっちゃ持ち歩いてた、これぐらいのその厚紙の、横長の厚紙のやつをこんな持ち歩いて、持ち歩いてペンと持ち歩いて、合間にレッスンの合間にサイン書いたりとか。私は割とレッスンの合間とかだけど書いたかな、めっちゃ書いて。そうランダムだもんね。そうサインと名前とメッセージと書いてました。人参さん、美味しそうな名前。こんにちは、宮崎県代表のゆみさらのです。ぜひぜひツイッターもショールームもフォローしてくださいね。3日のレッスン、確かにもうそろそろかもね。10ヶ月ぶりぐらいですよね、ピアリーナ。そうだよね、多分11ヶ月10ヶ月、6 7 8 9 10 11 12 12 3 10ヶ月ちょいぶりぐらいかな。みんなピアリーナ来てくれますか。そうだよね、11ヶ月4月23日やもんね。だから10ヶ月ぶりぐらいだ。4月も5月も、あ、まあ8月まで毎月会えるので、皆さん楽しみにしてますね。まずは4月はさよならモーリーさんのあのコンサートで、記念のコンサートで8の8周年のやつがあって、5月は舞台のゲストとお手伝いと、コンサート、アニバーサリーライブがあって、で4月と5月はオンラインもあるので、そうたくさんいますね。たくさんいるよ、みんなの。コンサートもオンラインもあるって最強じゃん。うん、カナルカンのマサヤサラのクチコルミサラのツイッターのショールームフォルミー、テレマカシー。
るでるでるでる。そうね、もうすぐまた忙しくなりそう。配信は全然違うよ。最近緑多いっけ。全然違うよ。確かに緑気がちかも。緑好き。全然違いまーす。韓国語喋れるんって。韓国語は。アニハセヨ。ジャヌンソルノイムニダ。サランヘヨ。とかしかわかりません。うんうん、ちょっと緑ガチャピンじゃないよ。ガチャピンじゃないよ。もうすぐ忙しくなるんやって。早く見たいドラマ見終わんないと。確かに今のうちですね。ガチャピンじゃないよ。ガチャピンじゃないよ。でででででじゃ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 ん。私でも考えてみたら緑割と気づいたら増えてるかも。緑のお洋服ね、緑に惹かれるのかな。なんかでも気持ち的にはオレンジを増やしたい。オレンジ。緑最近多めやね。着るの。配信で。長袖も、はあ、長袖何枚持ってるかな。あ、ライトついた。長袖はね、2、3枚。半袖は1、2、3、4、3出るかも。オレンジパーカー買いました。最高。服は緑持ってないけど部屋の小物入れとかなるべく緑で統一してる。なんで緑？緑？落ち着くとか？でも緑目にいいって言うよね。みんなこの配信見たら目が良くなるかもよ。良くなるかも。そんなわけない。緑。なんか緑を見るとね目が良くなるみたいな言うよね。遠くを見つめるととかも言うし、緑っていいことあるかもよ。ショールーム見るの初めてです。え、嬉しい、ありがとう。たまたま緑が多くてその後買うの統一するようになった。あー、でもいいこと。おー、ありがとう。1時間経過？ありがとう。いや、もうちょっとで終わるね。明日インナーカラー緑にします。おー、緑にする予定やったじゃん。すごい。でも今は緑トレンドですから。いいじゃん。いいなー、髪染めたくなるじゃん。そう、なんかね、濃い緑着こなしやすいよね。わかる、めっちゃわかる。濃い緑はめちゃめちゃ
着こなしやすいのです。合わせやすいし着やすいよね。そう、私も濃い緑が多いかもな、こういう系。うん、私これぐらい深緑が好き。うん、これぐらい深緑好きよ。ズボン？あ、ズボンの緑でも持ってるわ。うん、持っちゃうね。でもズボンより圧倒的に上の方が多い。なんか上ばっか増えていく。何色がええんって。でも今はオレンジが好き。これモスグリーンっていうと深緑。草餅食べたいなって思ったらサーノンの服が原因だったか。待って、わさっぴさんほんとセンスあるよね。ほんとセンスあるよね、うん、桜餅食べなよ、今季節じゃん。次買うとき緑買うわ。でもその時は違う色着てそうやもんなって。いや緑はねこれ着るよ緑はお気に入りなので。モスグリーンって言っちゃう。今日だけインナーカラー岡田さんカラーのピンクにしました。すごっ。今日だけ1日限り。あ、コンサートのためにかな。自分も面白くなりたいって、ぜひピンクに着替えようか。嫌です、ピンクに着替えてる時間がもったいない。今日は緑、今日も緑かな。なんか緑を着たくなるっちゃろうね、多分。緑ショールームの前に選ぶってことはそういうことだよ。長すぎるでしょってザーちゃんの口癖だよね。嘘、ショールームでよく言う是非。もう少し茶色っぽい緑も持ってるけどあまり着てないよねって。白と黒にあっちゃう。あー、白と黒、あー白と黒の組み合わせってこと。可愛すぎるでしょ、面白すぎるでしょってく言ってる。あー言っちゃうかもな。ポニステにしたらめっちゃインナーカラー目立ちますね。あー目立つね、確かに確かに目立つね。ポニテにしたら目立ちそう、確かに。じゃらん、トゥ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 ランラン。カプセルどうぞって。カプセル読めないんだよね、ここ表示されないよね、気になる。うん、ルル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 ル。アバター？白か黒だけなら迷わんくてパッと決める。あー確かにパッと切れる。うん確かに合うもんね、間違いなく。確かにそれはあるか。前岡田さんにお話し会でポニーって褒められましたって。おーすごい。確かに今男性の方でもね
流行ってますよね。流行ってんのかな。うん。トイプードルの、トイプードルに種類とあるっちゃ、レッドの可愛い種類やね。色じゃなくて、すごいね、そんな種類あるんや。ルル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 、赤色？赤色のトイプードルってこと？赤みがかった茶色みたいな。かわいい、おしゃれだね。すごい、赤みがかった茶色。トイプードル絶対かわいいじゃん。いいね。ゆずだったっけ？違うっけ？なんだっけ？ドゥッドゥドゥッドゥッドゥッ。いて。ブラシで手を叩いたら痛い。なんか赤くなった。ゆず、お、メス、ゆずちゃんだ。ゆずちゃん。絶対かわいい。今日ね、夢でね、ゴールデンレトリバーが、ゴールデンレトリバー、うん、がね、の犬が2匹出てきた。夢で。2匹おって、なんか、すごいなんか追いかけられたりして、すごいなんか、私さ、ワンちゃんね、見るの好きやけどね、苦手なんですよ、触ったりするの。で、なんか、お友達の、お友達が、なんか、めっちゃね、懐かしい同級生出てきて、夢に。その子がなんか、誕生日プレゼントで、パパに、なんか、ゴールデンレトリバーの、双子をもらったみたいな、もらったみたいな夢で、それでなんか体育の授業に連れてきちゃって、でなんかこうゴールデンレトリバーなんか赤ちゃんやけど、なんかもう結構大きくなってて、なんか数日で、夢の中の話ねこれ。でなんか友達5人ぐらい、こう2匹おるからさ、5人ぐらい隣に座っちゃって、でゴールデンレトリバーの毛で汚れちゃうから、こう毛布膝の上に敷いてって言われて、毛布敷いてなんか触ってたっちゃけど、次の日くらいになんかあったら、すごいなんか追いかけられて、なんかね追いかけられて襲われて怖くてめっちゃ逃げてる夢。なんか目があったら追いかけてくるみたいな。で追いかけられてすごく怖い夢。逃げてる夢。なんていうの？追いかけられた。とりあえず。なんていう？とりあえずゴールデンレトリバーと学校とお友達の夢みたいな。うん、噛まれてない。ちなみにね、私ね、ワンちゃんに舐められるの、動物に舐められるのは嫌いです。嫌い。みんなさ、動物にさ舐められて平気？私は許せない。そう、平気？本当に？本当に？なんで？
ょっと待ってね。私許せん。なんかね、許せん。なんかさ、なんかね、なんか嫌なの。平気？噛まれて目が覚めなかったの？噛まれてない。一回噛まれて、噛まれた、今思い出した。一回噛まれてね、でなんか飼い主が、そのお友達がこうやめなさいみたいな言ったけど外さんくって、でどんどん噛む強さがね、最初甘噛みで強くなってグーってなってで泣いちゃったその後どうなったっちろ。なんか夢ってさ、全部覚えてるわけじゃないやん。舐められるのかわいいやんってすぐ手洗うけど私も犬にミルクあげたことある。許せないとか言うから噛まれるのよって。実際噛まれたことないよ、けど本当に許せん。そう、舐められるの嫌いなの。動物にね、動物に舐められる。なんか赤ちゃんとかならさ可愛いじゃん、人間のね。でも動物に舐められるの本当にダメで、そもそもね動物あんまり触れない。昨日ペットサロンの前通ったミニチュアダックスが 窓際まで来てくれた。おー、いいね、かわいい。気に入られた？いや、赤ちゃんとか舐めるやん。赤ちゃん舐めるんじゃないな、赤ちゃんはよだれか。それはかわいいやん。でも犬とか猫にペロペロされるのは嫌いなの。めっちゃ可愛かったって。一瞬通った時すごっ。それもう秒で気に入られてんやん。そう、ペロペロされるのが私は嫌いです。あー、顔舐められる最悪じゃん。最悪。そう、私さ、あのばあちゃんち犬飼ってるから、その犬も触れないんです。でも、赤ちゃんの時はめちゃめちゃ、犬が赤ちゃんの時はめちゃめちゃ可愛いと思ったけど、大きくなったらやっぱり触れん。違う、潔癖とかそんなんじゃないの。違うの、あの、まあそもそも触れんから舐められるのも怖いって感じ。多分ね、犬もめっちゃ平気でこうやって触れる方だったら舐められても多分なんとも思っちゃうけど、多分怖さが勝つから、無理ってなっちゃう。多分そう。見るのはただめっちゃ可愛い。見るのはね、犬、ワンちゃんとか
舐められるのは嫌だ。うん。ね、違う、そういう意味じゃないんだって。だからね、ワンちゃんなんだって。ワンちゃん、ワンちゃん触れないの私、怖くて。だってワンちゃんに私追いかけられたことあるから、トラウマ。ワンちゃんが怖いの。私動物でも基本的に、動物園とかめっちゃ好きよ、けど動物ね、なんか追いかけてくるような動物は触れない。あ、飼い主さんがこうやってなんか押さえてたりしたら触れますけど。あ、ブルドッグ確かに怖い。そう、ワンちゃんに追いかけられたら怖くなっちゃうよね。うん、っていうお話。そう、でもめっちゃね、ゴールデンレトリバー可愛かった。毛がふさふさで、合ってるよね、イメージしてる犬と私が。昨日公園に梅見に行ったら犬連れてる人めっちゃいた。おー、いいね。トイプードル飼うとわかるけど、よく耳が折れる。かわいいじゃん。他の動物は触れるのって。あー、触れますよ。いや待て、自信ない。あのね、飼い主さんがこういてくれたらって感じ。多分馬とかなら触れる。わかる？みんな。あ、あと親戚が飼ってる猫ちゃんは触れる。ね、そうよね、ゴールデンレトリバー突進してくる。そうよね、多分。馬は怖いよ。え、馬かわいいじゃん。馬かわいい。あ、亀とかされるよ。何もせんやん。そう。何もしないものはされます。うん。タラッ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 。タラタラタタタン。馬は蹴られそうで怖いって。馬、馬はでもお世話係さんが隣におればおとなしいやろ。ペットショップに行ったら、まあ、ペットショップに行ったらトイプードルに癒されますよ、そりゃ。うちの亀はめっちゃ追いかけてくるけど大丈夫さ、大丈夫。私の方が足速い、きっと。確かに馬を後ろに行かんければ大丈夫ね。亀も亀、うっそう。そう、触れんけど見てるのは癒されるっていうパティーンよ。そうよ。まあ自分の犬とかやったら、自分のワンちゃんとかやったらね、舐められても思わんちゃろうね。そうだよね。噛まれるとめっちゃ痛い。え、噛めって歯があるってこと？でも歯あるのか。亀ってどんな歯してるんやろ、想像できん。お疲れ様んごー。そろそろ終わろうかな。何分ですか。毎日裾の中で立ってるので
頭なでなでしてあげる。え、かわいい。そのエピソードかわいいね。ウルピーマンさん、だるまさんありがとう。よし、じゃあランキング読みたいと思います。うん、51分、ありがとう。1時間20分ぐらいできた。じゃあランキング読むね。13位、エレメンツさんありがとう。12位サンちゃんだよさんありがとう。11位フォーカットマーク香港チームメイトと16位キャコシさんありがとう。10位ピンクカメオさんありがとう。あ、変わった。11位ヨッシーさんありがとう。10位ピンクカメオさんありがとう。9位スヌポンさんありがとう。8位シンさんありがとう。7位ムロキック北海道、ムロキック693ありがとう。ミサキかな、北海道地球ミサキさんかな、ありがとう。6位マナゾウさんありがとう。5位ヒデトさんありがとう。4位カズヒトさんありがとう。3位ワサッペさんありがとう。2位ドマさんありがとう。そして1位はカズニーさんでした。ありがとう、ありがとう。はい、皆さん見てくださってありがとうございます。よし、じゃあじゃんけんしましょう。せーの、そらのんじゃんけん、じゃんけん、ほい。チョッキでーす。勝った、マサピさんに勝った。はーい、それでは皆さん今日も見てくださってありがとうございました。またね。バイバーイ。ありがとう。